どうも、ケンコーチです。いつもケンチャンネルをありがとうございます。今日は僕が子供たちといつもしている体育スクールの紹介動画を配信したいと思います。イエイ。で、この紹介動画にはまあ、僕の思いとか、まあ、一番大事な子供たちの様子もせやし、まあ、あとは先月の3月に、体育スクールの、まあ、集大成というか、まあ、子供たちがどんだけこういっぱいチャレンジ してきたかとかを、まあ、親御さんとか、まあ、他の子供たちにも見てもらう、まあ、大事なイベントの様子でもあるんで、もしよかったら最後まで見てください。それではどうぞどうぞ。失敗とかないんだよ。でもみんなまだ話したいから、そ
敗しちゃったとか、失踪しちゃったとか、この人も緊張してるからね、一緒。みんなするから、ここに人全員一緒。緊張すること絶対あるし、緊張してやりたくないなとか、やりたいと思ってるけど、緊張するからちょっと嫌だなとか、普段の学校でもそうだけど、多分あると思うのか。で、これからも、僕ら絶対あると思うのか。でも、それが、まあ、今日、これやってもらったけど、それを勇気出して、チャレンジするってことが、一番大事。チャレンジすることが、これがみんな大きくなってきたときに、すごい大切になってくる。大人になってくる。そういう場面がめちゃくちゃ出てくるから。みんなの前でチャレンジしたけど、やりたいけどちょっと緊張しているとか、どうしようかなって思うときが、これからいっぱいどんどん出てくるから。そのときに、チャレンジすることが大事。こうしたみんなに本番に強いようになってほしい。強いコピーは成功することでもない。その本番のそういう場面に来た時にチャレンジしてくれることが一番の願いがコーチ。そのためにみんなにこうやって体育スクールを教えてるから、ね。